こんにちは、ダイスです。いや、すっかり暑くなりました。ちょっとね、長袖にしてたんですけど、半袖の方が良かったですね。暑い。で、今回はこちらのメルセデスベンツ B180 ブルーエフィシェンシーを見せていただこうと思います。こちらのベンツなんですが、2代目 W246 型の B クラスです。2013、色がコスモブラックになります。で、排気量が 1600cc、 ミッションが 7DCT で、ハンドルは右ハンドルです。走行距離は7万6000キロです。外装から回ってみましょう。はい、こちらが正面です。ベンツマークが、いや、やっぱ綺麗ですよね、ベンツのマーク。シルバーラインがかっこいい。アルミ、アルミも、メルセデスベンツのアルミです。で、こちら後ろ側です。私知らなかったんですが、あのナンバーのところにもこうやってメルセデスベンツって入ってるんですね。ここってあのナンバープレートをつくと見えないところじゃないですか。ここもおしゃれになってるの知らなかったです。なんかベンツっていろんなところにこうベンツマーク入ってるイメージだったんですが、ここもなんですよね。っていうのを今回初めて知りました。では、鍵お借りしてきたので運転席に行ってみたいと思います。じゃん、行ける。うん、静か。お邪魔しました。まだエンジンかけてないんですが、こんな感じです。で、私が座ると高さとかもこれぐらいになってます。シンプル。あと、あの全体が黒でシルバーのラインが入ってるんで、これね、おしゃれに見える。すごい。それでは、メーター周りから見せていただこうと思います。あとはエンジンですね、かけてみます。こちらがハンドル、メーター周りです。で、このベンツだとここですね、鍵を挿すところがあるんで、挿して回す形になるんだと思います。こちら、開いた。では、エンジンを、鍵挿した状態でこれマークが出るんですね。エンジンかけてみたいと思います。おお。ハンドル、ハンドル周りは私の目線から見るとこんな感じです。で、あのシルバーのところと黒いところがバランスよくあるので、本当にね、なんかおしゃれで綺麗、統一感ありますよね、こうなってるから。はい。で、パドルシフトがついてる車になります。で、この辺りはあの上下音声で、で、ハンズフリーとかですね。こっちがナビになるかな。レバーはここにあります。セレクトレバーなので、こちら側にはないです。なので、あの中央はすごくシンプルになってます。こっちにもついてますね。衝突安全とかかな、なんかそんな感じのマークがある。あ、ウィンカーがここだね。ライト、ウィンカーが奥と手前で変えられるようになってて、で、回すとワイパーですね。だから右側がすごくシンプルなんだ、レバーだけなんだ。なるほど。で、ライト系はここです。こんな感じ。で、サイド、ミラーが動かすのここにあって、で、ドアの窓はここです。で、上側行くとここも
パチッと閉まるようになってます。こんな感じ。ほら。閉まるようになってますね。で、中央です。上、ナビがあって、画面に出たのメルセデスのマーク出てたんで、純正ナビだと思われます。その下、3つある。今すごく暑いんですけど、これでね、涼しい。これ重要だと思います、私。夏場は本当にエアコン重要だと思っていて、中央に3つあって、サイドにこう1個ずつあるんで、今ね、かなり涼しいです。そして、その下のここが、いろいろいじれるところになりますね。登録とかここでやったりとか、オーディオビデオ、ナビの切り替えもここですね。で、中央で多分電源とか入れるやつがあると思います。ここ、あれですよ、メモリースティックとかじゃないかなって前にね、教えていただいた気がしますね、視聴者の方に。っぽいですよね。メモリー系が入るところもあります。上がこれが、CD なのかな ?DVD なのかな、でもなんか入りそうな感じです。で、エコモードと、ここは運転時にちょっと使うかなっていうボタン配置になっていて、その下にエアコン系がありますね。温度と、あとは量の調節かな。で、リアと方の熱線系もここにあります。では、勝負です。これね、今ちょっと確認したんですが、ナビの操作でした。ただね、すごくシンプルだなって思っていたのが、理由はここでも変えられるから、設定とかの、何でしたっけ、真ん中ボタンをポチッと押すと、決定ボタンだし、これで回して、ダイヤルでいじれるっていう感じになってますね。で、戻るボタンとかも、ここで戻れます。真ん中開けます。前は、12V。電源取れるようになってます。あとちょっとした小物入れにも使えそうです。で、後ろ側もここも小物入れ系ですね。結構深いです。15cm から 20cm ぐらいあるのかもしれないです。高さが結構ある小物が入れられるところになっていて、その上ドリンクホルダーですね。2段に分かれてるんですけど、どちらも同じぐらいの大きさのものが入りそうです。で、ここも開くのでちょっと開けますね。こちらを開けると、あ、ここも深めなんだ。全体的に見て中央のこう物が入る、収納スペースは全部シンプルになってます。で、あ、中側に USB を挿す部分が入ってたりとかっていうのもありますね。こっちもしかしたら何でしたっけ、名前忘れてしまったんだけど、 USB じゃなくて、じゃ、入り口がもう一つあるので、映像系のやつとかかな、入れられるようになってるのかもしれないです。そして、お話が遅くなりましたが、シートです。革のシートではないのですが、ここにね、分かれ目があって、今ね、私も座ってるシート一緒なんですが、座り心地が柔らかめでいいです。なんで、お尻のこちらはそんなにね、柔らかい感じでもなくて、なんか脇側しっかりホールドされてる感があるシートになってました。上、中央部はこんな感じです。ライトがありますね。左右ライトがあって、中央部にも、ライトマークになってる。あ、これで後ろのライトが全部つきました。3箇所あるんですけど、後ろライトがついてっていう感じです。で、オフ、これは鍵なのかな。で、多分サングラスとか入れられるようになってる感じです。はい、今どこのライトがついたかというと、つけてみます。こんな感じで3箇所、左右2箇所と一番奥のライトをつけるところになってました。消え方もね、ゆっくり消えてくれていいですよね。今運転席さーっと見せていただいたので、その、ね、後ろ後部座席が気になるので、後ろの後部座席にお邪魔しようと思います。座るとこれぐらいです。で、後ろはここからはトランク部分になっているので、またこちらも後で見せていただこうと思います。こんな感じです、後部座席で。ここにある
あるんだね。ここにあるんだ。今ね、簡単に起こせました。で、押してまた、あ、パタンってやってしまった。下げるのも簡単です。今私がパンってやりましたね。で、下にちょっと網があって入れられるようになってます。真ん中部も小物を入れられるのと、あとは下にも 12V 電源が取れるところがあります。で、サイドもこんな感じですね。ここにも多分ペットボトル入る感じの大きさになってると思われます。へー、気になる中央部。でも前にこうドリンクホルダーとか物が置けるようになってると何もない気がするんですが、あ、高い位置からは折れるんだ。ほら、この位置は折れない感じになってるみたいですね。で、あれ、あるじゃないか、あれ、ドリンクホルダーここにもある。ほら、こんな感じだね。入れるとこっち側にこう開くドリンクホルダーになってます。これが2個。すごい、こうやってコンパクトにまとめられるようになってるんですね、ドリンクホルダー。ほら、簡単にできる。ここに小物は置けないですけど、これは嬉しい。あとね、高さがあるからこんな感じです。で、トランクをね、次見せていただこうと思います。ここから見た感じでもなんかね、広そうな感じがしますね。あ、やっぱり広い。あと簡単にあれですね、下ろせますね。で、左右には、あ、救護バッグとかがあるから、あの、緊急時に使用するものとかが入ってると思います。あとこの下とかね、こういうのってだいたい、ここにこんな感じで位置がね、設けられてますよね。中央も開くようになってるんだ。こんな感じです。はい、運転席に戻る前にエンジンルームが開けてみたいので、エンジンルーム開けましょう。多分なんですけど、この赤いやつですね、これ、これで開いたんだと思います。行ってみましょう、エンジンルーム。はい、エンジンルームです。今私、開けるところが分からなくて開けていただきました。このベースがここでした。今までのベースってこういうのが多かったんですね。ふふ、昔ってここにこうありやすいのが多かったんですけど、こっちでした。はい、エンジンマークが入ってて、まあ、エンジンの上にかかってるカバーはこれぐらいの大きさです。はい、こんな感じです。はい、エンジンルームを見せていただいてきました。では、今ね、エンジンがまだかかってる状態なので、エンジンを切りたいと思います。ちょっと切る前に若干踏ませてもらおうと思います。やってなかったですね。踏みます。いい音する。こんな感じです。ありがとうございます。では切ります。はい、ということで今回はメルセデスベンツ B クラス B180 ブルーエフィシェンシーを見せていただいてきました。あの、外装とやっぱりね、内装を見た時の印象がちょっと変わるなっていうのがベンツで、で、今回見せていただいたこちらはシンプルなんだけど統一感がある内装をしていて、かっこいいなって思いました。あとはこの形の車のエンジンルーム久しぶりだったので楽しかったです。で、今回車を見せていただいたトイズカーさんのホームページは概要欄にありますので、気になる方はチェックしてみてください。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄 URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!